VTuber メイドラミエ。VTuber メイドラミエ始まるよ。なんでこんな声で始めてるかは教えないよ。やあ、せつなけいすきだよ。前回のパートはさ、もう一線超えたからな。メイドで天使の VTuber の女の子とさ、キスまでしてしまったけんな。いや、今後さ、ラメのことどんな感じで見ればええやって話やけんな。なんなんなの、メイドの女の子とキスをするっていうところにレテン入ったし、 VTuber の女の子とキスをするっていうのもレテン入ったしさ、天使の女の子ともキスをするっていうレテンも入ったしさ。実績解放されすぎないよな、俺の人生どういうことって話やもんな。続きやっていきまーす。日課になっている朝の買い出しに行く前にオーナーに電話をかけた。昨日のことを報告するためだ。あ、だからこんな BGM なんじゃ。だがオーナーとの電話の時、やり取りの時っていつもこの BGM だよな。俺としてはあんまり聞きたくない BGM じゃ。なんだ、昨日のことについて報告をしたいと思いまして。言ってみろ。昨日起きてしまった不運な事故、その影響でお呼びしていたコスプレイヤーの女性がイベントに参加できなかったことを伝える。参加費は回収できたのか。オーナー結局そういうところなんよな。コスプレイヤーの安否よりもそっち気にしとるからないでだろうなと思ったわ俺。はい、参加者たちからのご好意で。私の店の損が出なければそれでいい。そのことについて報告しなければならないことがあります。なんだ。昨日の1号店の売り上げのうちいくらかを彼女にギャラとして支払いたいと思います。意味がわからない。誰の許可を得てそんなことをほざく。この参加費は参加者たちからのご好意でいただいたものです。不運の事故で超えなかった彼女にもいくらかを出してほしいと頼まれ、それを了承して受け取ったものです。当日参加できなかったやつに払う金は1円たりともない。戦場に立てない兵士に飯を食わせる必要があるか。なんかさ、ひどい言い方やなと思うんやけどさ、割とまあオーナー目線で言えば当然といえば当然かなっていうところではあるんよな、これ。そうやな、不良の事故とはいえさ、仕事ができてできなかったわけやけんさ、一社会人としてはこの対応でも実はおかしくはないよな。ただ言い方があれなんと、オーナーのこれまでのさ活躍っぷりがさ、すっごい黒いからさ、そう悪く捉えてしまうだけでさ、まあそうなんやけどなって感じ。僕は彼らから思いを引き継いだんです。このお金はお仕様を心配して大事な思う気持ちが伝わっている。くだらん、その思いとやらが金になるのか。贅沢をするにも金がいる、飯を食うにも住まいを借りるにも何もかも金が物を言うんだ。オーナーのその言い方は割とさ、俺も共感あるよな。結局金があれば何でもできるみたいな。何でもはできんけどさ、大体のことできてしまうからな。金があったものが正義だみたいなとこあるからな。俺ちょっとさ、この活動しようってさ、俺そういうところ重々身に染みとるところあるからな。人の思いには値段をつけることはできません。まおで金よりも思いの方が大事だとでも言うような発言だな。でもね、結局金で何をするかって言うたらさ、思いを、自分の思いを達成するために使うけんさ、金が重要なのはわかるけど、その重要な金を得るための理由が思いなんだよ。オーナー分かってないな、あんたちょっとさ、世の中の真理言ったぐらいでいい気になるな。オーナー、お前人が人を思う気持ち、これ人人号じゃん。人が人を思う気持ちは時としてお金よりも価値があるものです。そうやな、最終的にはそこにたどり着くんよ。たわごとだ。僕らの言い合いは平行線で交わることがない。それでもこの思いだけは紛るわけにはいかないんだ。僕も推しを応援するオタクの一員として。そうだ、頑張れ、押せ押せ。あなたならきっとそう言うと思ってましたよ。どういう意味だ。現場に出ないで、机の上で数字だけしか見てないあなたにはこの考えは理解できない。人とお客さんと触れ合うことを忘れてしまったあなたには人の気持ちがわかないんだ。お店の出資者であるオーナーに対してとんでもない文句を言ってしまった。もしかしたらこのまま首を言い渡される可能性だってある。けれどそれで構わないと思っていた。やがて通話の向こう側で長いため息が聞こえてきた。はあ、
ここまで飼い犬に手をかばいたのは初めてだ。いや、飼い犬って言い方やめてもらえませんか、その前に。うん、もうとことんオーナーってさ、人の上に立っちゃいけんタイプの性格の人間やなって思うんやけど。飼い犬って言葉はさすがにやめろ、お前。それは良くないわ、お前。いつもよりも低い声だった。いかによってそうなったのか、それ以外の感情からそうなったのかはわからない。お前の好きにすればいい。え？マジで？そんな声が聞こえて、通話は切れた。お前の好きにすればいいと言われたことが頭の中で何度もリピートされる、うん、オーナーからそんな言葉出てくる？マジか。どうでしたか？わ、主人公の熱気がさ、あの頑固なオーナーを動かすまで至ったんやけど、これよこれ。無理難題だと思ってもさ、行動することないよ。やってみれば何か周りが動くことがある。これが世界ってもんなんよ。だから金よりも思いの方が強いんじゃ。金を出してでも思いを買いたくなるんじゃ。これが世界よ。みんな見とるか。これが世界の真理なんよ。やったよ。やったよ、ラミエ。放心状態の僕を心配してラミエが気遣ってくる。そんな彼女に僕は笑顔を返した。好きにしていいんだってさ。オーナーさんも分かってくれたんですね。どこまで好きにしていいんですかね。今年の年収全部ラミエちゃんに注いでもいいかな。クズだ。それはクズだ。それはどうかな。呆れられたのかもしれない。今月末にいきなり首を言い渡されるかもな。そんなことないですよ。きっとご主人様の思いは伝わったはずです。少なくともさ、これまでのオーナーだったらそんなこと言うてもさ、全然通してもらえんだろうしな。やっぱ主人公が言ったからこそ動いたってところはあるかもしれんと思うけどな。そうだといいんだけど。苦笑しながら時を確認する。もうそろそろ買い出しに出かけないといけない。そうそう、行くとしようか。かしこまりました。今日もまた希望に満ちた一日が始まる。おお、すごい。ラメちゃんが来る前まではさ、絶対にそんな言葉が出てこんかったと思うぞ、このゲーム。希望に満ちた一日ってさ、ゲーム始めた時点では絶対そんなもんないだろうって思うような レベルだったもんな。主人公の心が晴れやかになったってことを表すような言葉だった。オフ会イベントの日からさらに1週間が経過していた。ご主人様、洗濯物畳み終わりました。ああ、ご苦労ご苦労。今日も父のゆりが素晴らしいね。うん、ありがとう。イベント終わりにあんなことをしてしまったけれど、不思議なことにラメとはいつも通りの関係に戻っている。確かに。ちょっと今のオーナーのブラックな感じで薄れてしまったような気がするけどさ、前回のパートでさ、ほんまキスまで行っちゃったからな。もうお互いドギマギしとってもおかしくないのに、割と普通なんよね今。とはいえ、僕の心の奥底でラメに対する思いがくすぶっているのは確かだった。その思いが目覚めてしまわないように必死に押さえつけている。しましたか、ご主人様。ぼーっとして。え、いや、なんでもない。昨夜も遅い時間の帰宅だったので、あんまり無理はしないでくださいね。うん、気をつけるわ。うん、わかってる。まるで夫を愛する妻みたいなやりとりだ。もしラミエが僕の奥さんになってくれたら。何を抱えてるんだ僕は。ご主人様。口に出てるからな。いやー、なんでもない。それよりそろそろ準備していこうか。いつもの朝の買い出しである。はい、かしこまりました。元気のいい返事を聞いて出かける支度に取り掛かった。いつもの日課ですけど。あ、この服聞いてくれたんじゃ。スケット、ああ、スケット最近またやり始めたって感じじゃ。その日、諸事情あって営業開始時間ギリギリに助っ人として4号店に到着した。いや待て、前の助っ人っていうかさ、イベントの日もその服装で来いよって思うんやけど。前のあの服装はあかんだろ、露出が多すぎてって思うんやけどさ。まあこれもこれで童貞を殺すぐらいの露出あるんよな。ピンポイントに胸のとこだけ露出して逆にやばいな。4号店な今回は。当然ならだ
当然ながらアルバイトの女の子はすでに出勤している。わあ、ラメちゃん、今日はこっちだったんだ、今日はこっちだったんだって結構いろいろ来とるみたいな感じになってる私今日初めてシフトが被っちゃった、嬉しい。っていうかめっちゃ顔ちっちゃい、スタイルやばい。はじめまして、ラミエです。この服装でも乳揺れるからな。よろしくお願いいたします。オフ会イベントの日以来、アルバイトの子たちやお店の常連さんの間でラミエのことが話題になっていたでしょうね。あー、活躍しとったもんな。てかラメちゃんがおったからこそイベントでさ、お客さんに険悪なムードが続かんまま最後までいけたってところがあるから、救世主よ救世主。次はいつ店に来るのとか、とこれからお店の従業員として働くことになるのかとか、みんなの関心がもうものすごいのだ。そのことをラメに話すと、もしよろしかったらしばらくお店のお手伝いをしましょうかって言ってくれたんじゃ。もちろん最初は断ったのだが、結局その言葉に甘える形で流されてしまったのだった。今では従業員の一人みたいな形で2日に1回というペースで僕と一緒にお店に顔を出してくれている。2日に1回もやってくれてんのか。あの4号店の更衣室はどこでしょうか。4号店は更衣室がないんだよね。5店舗の中で一番狭い店舗だから、だからみんなトイレで着替えてるの。え、着替えに行くって、まだな、え、まさかまたさ、なんかラッキースケベ的な展開がありますか。着替えに行ったらだいたいラッキースケベっていうかさ、こういうてるゲームのさ定番なところがあるけど、でも1回あったけんな、2度目はないかな。ってことはあれか、着替えに行くってことはちゃんとしたあのここのユニフォームに着替えるんかな。多分これまで着たあれではさ、そういうちゃんとしたユニフォームには着替えてなかったような気がするよな。見えるかな、そのユニフォーム姿。そうだったんですね。それじゃお手洗いをお借りします。ずるいよな、ちょっと揺れただけで乳揺れるからな、ずるいと思うよな。あ、ラメちゃん、ちょっと待って。はい、一緒に着替えよそういう彼女の表情は一見すると爽やかなものだったが、その顔の裏から邪悪なオーラがにじみ出ているそのスタイル拝みたいと思ってるな。オッケー、しからもっとやれ。てか俺も参加させて。もう着替えてらっしゃるじゃないですか。着替えとんかい。いいからいいから。ほら一緒にトイレ行こう。ツレションの感覚やないか。店長さん。ラメが僕に助けを求めてくる。仕方ないな。こら、あんまりラメを困らせないでやってくれ。そう言って彼女の肩に手を置こうとした。けれど寸前のところでその手は振り払われる。触らないでください。セクハラで訴えますよ、店長。あのさ、アルバイトの女、お前女性だから許されとうからだけでさ、お前がやることがセクハラやぞお前。え、いやいやいや、セクハラって。俺が慌てている間に彼女はラメに羽交い締めにされて一緒にトイレに行ってしまう。実行犯が男子、男か女かの違いぐらいですだ。この人も大概だと思う。うわあ、すごい。何このおっぱいでかすぎ。いや、もろにおっぱい言うとからな。ああ、気持ちはわかるんやけどさ、ほんま、発言がセクハラないんよ。何この女子校の感覚。女子校の着替えすくシーンは何だこの。いや、ダメです、そんな触り方。センシティブに当ててきてる。センシティブになって、センシティブ寄りな話になってきてる。カップ数いくつだろう。え、マジ大きすぎだって。だからちょっと揺れただけで父が揺れるんやな。ああ、もう、ラメちゃんかわいすぎ。ペロペロしていい？ダメ、あ、ちょっと、いや。同性からも使えるレベルだったらしい。もうここも触っちゃう。触らない、もうここも触る。
ノリが女子校なんよ。もしくは修学旅行で一緒にお風呂入っている女子友達みたいな。エロゲーになってきてる。エロゲーになってきてるよ。もしかしてまだ誰にも騒いだことない？敵店長にエロいことをモリモリさせるのかと思ってた。なことしてないよ。どういう認識をされてるんだ僕は。ねえ、店長とはどこまで行ってるの？はい。どうしてそこで店長さんの話が出てくるんですか？一緒に住んでるって噂だし。しかもお二人きりの時はご神様って言わされてるんでしょ。うん、なんか噂に尾びれついてるわこれ。 VTuber 天塚ラメのファンはみんなご神様って呼ばれている。決して僕が言わせているわけじゃない。ほら、洗いざらい喋っちゃいなさい。尋問始まってるやん。さりげなく尋問始まってますけど、どういう罪状なの。ラメに助けを求められたとあっては好き立ちしないわけにはいかない。でもさっきみたいにセクハラ扱いされると非常に困るので控えめに。こら、もうその辺にしておくんだ。開店時間だぞ。そう言うと着替え終わったラメと一緒にトイレから出てきてくれた。ああ、それなんじゃ。あれいつも家で木をやつでないかお前それ。え、ここでも木読んで結局それになるんかお前。通勤時間だけ私服に着替えてさ、結局こっちに戻ってくるんかってな。なんか心私服、制服、なんか特別なのあるんかなと思っとったら、それなん。じゃあ何か、バイトの子たちをこんな やべえ露出の服着てんのかって話なんやけど。店長さん。その服装で言われてもあんま説得ないんよな。涙をうるうるとさせているラミエと満足そうな笑みを浮かべているアルバイトの女の子。眼福。バイトサボってラミエちゃんと二人きりでどっかに行きたい。このアルバイトの女の子さ、もしかして前世男性の、性欲強い男性だった頃の記憶引き継いで今世やってる？俺にはそうにしか見えんのやけど、えらい性欲強すぎる女の子おるな。僕だって店を休んでラメと二人でゆっくりしたいよ。喉まででかかったその言葉を何度かこらえて彼女に店の看板を出してくるよう促した。いろいろ触られてしまいました。お嫁に行かんか。お嫁に行けんのか。恥じらってうなだいているラメを励ますようにその肩をポンと叩いてやる。敏感になってる。ちょっと一度快感を味わってしまったから敏感になってる。するとラメは色めかしい悲鳴を漏らした。ちょっと刺激を味わったら敏感になるっていう話は本当だったんですね。敏感。生唾をごくりと飲み込む。いきなり妄想が頭の中に浮かびかけたところで看板を出しに行っていた女の子が戻ってきた。ラメちゃんの悲鳴が聞こえたような気がしたんですけど、セクハラはダメですよ店長。いや、お前に比べたら些細なもんだよ。君だけには呼ばれたくないよ。やばい、さっきのアルバイトの女の子をさ2つなあげようかな。歩く調教マシーンって言ったろお前。何回もそのスキンシップ していったらさ、ラメちゃんが1週間後にはなんか調教されきっとるレベルになるかもしれない。怖い女の子だ。オーダー入りまーす。あ、はい、かしこまりました。これも割ともう何度も見た風景。営業前に変なことはあったけれど、なんだかんだ店が回り始めるとみんなよく働いてくれる。オーホフのメリハリがすごいな。これぐらいがちょうどいいかもしれんな。仕事前はあんな感じでやっとっても仕事中にこんだけキビッとしてくれればそれぐらいがさ、やっぱ職場ってちょうどいいかもしれんな。関係性っていうかさ。ラメちゃん今日も可愛いね。ありがとうございます。
常連客からの人気も上々。ラメちゃんの出勤状況が分かれば、ラメちゃんのいる店舗に毎日行くのいな。ちょっと、この前は私を一番に推してるって言ったのに。こういうこともあるよね。そういう女の子目当てに来るお客さんが来よったら、ラメの人気はものすごい勢いで広まりつつあった。どうやら常連さん同士で情報のやり取りもされているみたいで、その日ラメが出勤している店舗は大体混雑する。さすがだな、ラビエ。ありがとうございます。フライパンを振りながらお礼を言うその表情はどこか申し訳なさそうだった。あの子たちのファンを奪うことがないといいんですけど。やばいもんな。ラメちゃんのチェキがもう得点につくんだったらさ、ただの切ってもない人参1本を5000円ぐらいで売れそうな気がするんやけど。ラメは本当に心優しい、人のことを思いやることができる存在だ。だからこそうちのお店でもこうしてすぐに人気に火がついたんだと思うけれど、心配するな。人気なラメを見て接客の仕方を盗むくらいの気持ちでいきないと、こういう業界ではやっていけないよ。なるほどね。ラメが人気なのは可愛いということももちろんあるんだけど、それ以外の部分でもお客さんの心を掴んでると思う。料理の盛り付けにしてもそうだ。ラメの盛り付け方はうちの店の女の子よりもすごく綺麗で鮮やかである。今もまたラメが作ったナポリタンがお皿に綺麗に盛り付けられている真っ最中だ。テーブル3番さん、ナポリタンお待たせいたしました。はーい、ただいま持っていきます。そのナポリタンを受け取った常連のお客さんが簡単な声を上げている。すげえ、店長さんの思うより盛り付け綺麗じゃん。この店で数年間料理を作り続けている僕よりもすごいらしい。本当にラメには頭が上がらないよ。カウンターのお客様からフライドポテト入りました。はい、かしこまりました。そのフライドポテトも合わせてフードのオーダーが同時に4つ入ってしまった。うちの店のキッチンスペックではそれらを一人ですぐにさばくのは至難の技だ。半分手伝うよ。すみません、ありがとうございます店長さん。気にしなくていいよ、むしろこっちこそ手伝ってくれてありがとう。じゃあお愛子様ですね。ラメと一緒にキッチンに立つ。最近の僕にとってそれが一番仕事をしていて楽しいと思える時間だった。もうシンクロニシティやな。もう隣にいてほしい女ナンバーワンになってきてるよ。これは数日後、この日もラメと一緒に朝の買い出しに来ていた。ちゃんとその服着たんやな今回は。ちゃんと買い出しとか外に出た時はこの服に着替えるっていう癖ついとんのやな。よかった、進歩してくれとるわ。うん。割と序盤からいいようなのにさ、なかなか直してくれんかなと思っとったらようやく直してくれる始めて来始めたよ。必要なものを買ってレジで会計を済ませ、買ったものを袋に詰めているところでふとラメに尋ねる。今日は店に来るか。はい、今日は何号店の予定ですか。1号店だ。そう言うとラメは少し嬉しそうな表情になった。どうしたの、そんなに嬉しそうにして。いつも1号店のカウンターに座っている常連さん、わかりますか。もちろんだよ、彼はうちの店ができた頃から通っている一番古い常連さんだからね。あ、そういう人のことを覚えとんやな。今度お店で会うとき、私が作ったオムライスを食べてみたいと言っていたので。ああ、そっか、じゃあ美味しく作ってあげないとな。はい。ああ、そういう人がおるんじゃ。そういう人のことをいちいち一つ一つ覚えとんやな。そんな話をしながら、最近はラメに甘えっぱなしだなぁと思っていた。このままではいけない。そう思いつつ甘えてしまうのをやめられないでいる。むしろラメと一緒にいることに喜びを感じてさえいる。このままいつまでも一緒にいられたら。やだ、このままゲーム進めていたらいられない時が来るってことですよね、それ。もうゲームの展開として振りとしてはなんかビシッと決まったような振りですよ、それ。もう、ご主人様、ぼーっとしてますよ。
ん？ああ、ごめん。ちょっと考え事をしていたんだ。心配事ですか？私でよければいつでも相談に乗りますので、遠慮なく言ってくださいね。悩みの種がラメについてのことだ。なんて口が裂けても言えない。ご主人様は目を離すとすぐ何もかも一人で背負い込もうとするので放っておけません。背負いやすいすいってランドセルの CM みたいになるからな、お前。はっ、それは申し訳ないね。はっ、笑い事じゃないですよ、もう。ラメとのこんなやりとりにも楽しさを感じてしまっているのだから、僕はもう末期かもしれなかった。そうやな、末期すぎてユニの国のネズミみたいな喋り方になったからな、お前。4位になった。これで1号店か。ああ、でも1号店が終わった話になったな。その日の営業も無事に終わることができた。私が作ったオムライス、常連さんに喜んでもらえてよかったです。締め作業を終えて店を出て、駐車場に向かって歩き始めたところでラメがそう言った。ラメの人気は本当に凄まじい。驚くべきことは、お客さんから評判がいいだけでなくて、一緒に働いている女の子たちもからも評判がいいことだ。確かにな。こういうことやいよったらさ、ちょっと嫉妬してくる女の子がおりそうなもんなんやけどさ、そういうのがないんやな。普段は可愛い子が入ってきたら失踪しそうなものだけど、嫉妬するのも悪いと思ってしまうぐらいダメの人が良さがにじみ出てるということだろう。ああ、実力があって人気もあって、しかもさ、おしとやかな女の子っていうのはそういうことになってしまうんやな。それだったら人気でも仕方ないかって思われてしまうレベルでさ、人ができとるってことなんやな、ラメちゃんが。ラメが来てから僕を含めて周りがどんどん変化している。ああ、そうなんか。俺もなりたいな、その視聴者だけじゃなくてさ、同業者の VTuber さんにもさ、使える存在にって。いきなりな、いきなり自分で話したなって話だけど、ありがとうな、ラメ。しましたっけ。毎秒お礼を言っても足りないくらいだよ。僕はラメに助けてばかりだ。今までご主人様が無理をしすぎていただけですよ。ラメの微笑みが愛おしい。このままずっと僕のそばにいてほしい。そんなわがままな僕の願いを神様は聞いてくれるだろうか。お、なるほど、君か。うちの新米ちゃんをたぶらかしているのは誰だ。不意に背後から声をかけられた。声の下方を振り返る。夜の闇の中で真っ白な外装に身を包んでいる女がそこにいた。え、新人ちゃんって言ったな。え、まさか天使のなんか上司的な人？ラメの表情がこわばっている。こんなラメは今まで一緒にいて見たことがない。目の前にいるこの女がただ者でないことを表している。そんな彼女は僕に向かって手を振ってきた。ハロー人間。幸せそうなところ、水を差すようで。ごめんねー。ごめんね、ごめんねー。あ、これちょっとこっちの世界に来てからテレビで見て覚えたんですけど。流行ってる？闇に輝く、白草、え、白、え、白草、なんて思うこれ。まあ、白い服っていうことで考えればええやろ。その姿は目立っているはずなのに、なぜか周りを歩く他の人間たちは、彼女に見向きもしない。誰ですか？ダメです、ご主人様。ラメがこんなに怯えているんだ。ただの人間とは思えない。ああ、違う違う。私は、そもそも人間じゃないの。その瞬間、僕の心がざわついた。体中で鳥肌が立つ。やばいぞ。ざわつき始めてさ、逃走中で流れそうな BGM が流れ始めてきたぞ、お前。まるで、僕の心の中を読んでいるかのような反応。彼女から、溢れている、何者にも染まらない、群れな、白いオーラ。まさか、ビーボー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 、正解。彼女がわざとらしく拍手をする。
わざとらしくってひどいな。ちゃんと心を込めてるよ。会話以内立っとるからな、俺。おい、カッコがついてないセリフまで読むな、お前。そういうの、やめてくれませんか。くす、ごめんね。こうでもしないと死んでもらえないかと思って。そう言いながら、彼女は目深にかぶっていたフードを取り払った。鮮やかなエメラルドグリーンの髪が、世の闇の中にあらわになる。私は神に仕えるもの、側近の一人。君たち人間の言葉で分かりやすく伝えると、大天使っていうことになるのかな。大天使、どっかの宗教の人ですか。実際にそんな階級はないんだけどね。だってそれ人間が決めたことだし。彼女は屈託なく笑う。不思議と嫌味な感じはしなかった。めんどくさいから担当局長に言うね。私はそこにいる新米ちゃんを連れ戻しに来たの。は？連れ戻しに？ラミューを連れ戻しに。ラミューが僕のそばからいなくなる。そんなのやだ。せっかくラミューと打ち解けてきたんだ。ここでお別れだなんて。私あんまり待つことが得意じゃないんだ。多少強引でも構わないかなって思ってるくらい。何言ってるんだラミエ。ご主人様は喋らないでください。なんだよその言い方は。自分の問題だから僕に口を挟まれたくない意味っていうのか。自分の問題は必ずしも自分で解決しなければいけないわけじゃないって言ってくれたのはラミエじゃないか。それなのに立場が逆になってきた。ふーん、なるほどね。新米ちゃんなりに人間を導こうとしていたというわけか。大天使様の意味深な発言にハッとなった。そうだ、彼女は人間の心を読むことができる。それならきっとわかるはずだ。僕はどれだけラミエに救われてきたのかを。だからこそ今はここで引き離されたらきっと耐えられない。君に話しておくことがべきことがあるわ。え、僕僕を守るように立ちふざかろうとしたラミエだったが、早とちりしないで。私は彼と話をするだけだから。なんだ。大天使様が手をかざした瞬間、ラメは地面に膝をついた。ラメ、心配しないで。ちょっと拘束させてもらっただけだから。あなたと話をするためにね。え、拘束ですか。拘束したんですか、ラメちゃんのこと。なんかちょっと見てみたいですね。どんな感じで拘束したのか。ああ、ちょっと参考前に話をするだって。どうから話そうかしら。ああ、そうそう。新米ちゃんに天使への昇格を告げたの、実は私なんだ。あなたか？ありがとうございます。ふん、でもその子、私に心を読ませようとしなかった。思い詰めた表情で、心の奥を固く閉ざしていたのよ。ラメが？今の明るいラメからすると、全く想像がつかない。天使に昇格するとき、今の自分に心の声があるかも珍しくないから、私はしばらく様子を見ることにしたの。そしたら、展開に来る前に人間間に寄り道して、気配を完全に遮断して隠れちゃうじゃない。何事かと思ったわ。私にはどうしてもやらないといけないことがあったから。あ、そうかそうか。序盤からいいよ、なんか気になっとったら最後を締めて、これのことだったんじゃ。あ、天使に任命されて、そのまま展開に行くべきところを一回人間界に来たんや、来てしまった、なんか勝手に来て、そっからこう、主人公に会って、こうしようって感じなんじゃ。天使になる前にやりたいことがあるってことでここに来たわけな。どうしてもやらないといけないこと？それはなんだ？ラメがそこまで放出するもの。そう言われるのが一歩遅かった。僕は初めてラメと出会った日のことを思い出していた。ご主人様の心は枯れかけてしまっているんです。でも大丈夫です。
必ず私がご主人様の心を癒してみせます。それが私の VTuber としての最後の役割ですから。あー、 VTuber から天使になるから、 VTuber でいる間にしかできないことをやっておきたいってことでここまで来たんじゃ。おめでとう、ここ来たんじゃ。僕が思い出したことは、目の前の大天使様に読み取られてしまう。ようやく謎が解けたわ。あの子にとって唯一の心残りがあんただったってわけね。僕がラムエの心残り。私はラムエは声を震わせてうつむいている。僕の心を癒せなかったことをずっと気に病んでいて、天使としての決まりを破ってでも僕のところにやってきたのか。その理由で間違いないわ。あ、そうやって僕の心を読むのやめてくれませんか。すごくいい話じゃない。年甲斐もなく感動しちゃったわ。うっす、僕の話聞いてますか。でもね、あんたに私たちのことを一つ伝えておかないといけないわ。全く聞く耳を持ってくれない。さっき年甲斐もなくとか言ってたし、耳が遠いのだろうか。年甲斐もなくってそういう意味なの。耳が遠いって誰のことを言ってんの。突っ込んでくれない。ちゃんと突っ込んできてんじゃねえかお前。ものすごい形相で睨まれてしまった。余計な怒りを買わないように無心になるよう努める。ちょっと自分は受け取ること気にしとるタイプのやつだった。とりあえず今更なことを言うんだけど、私たちが天使がこうして人間直接干渉するのは禁止されているの。え、だって強大な力を持つ私たちが万が一人間を利用するなんて考えたりしたら大変でしょ。そんなことになったら地上世界がめちゃくちゃになっちゃうから。だから面倒くさいけど直接会わずに人間を導くの。言われてみれば納得だ。天使もいろいろと規則が厳しいんだなぁとぼんやりと考えていると。今納得したでしょ。え、あー、はい、納得しましたけれど、じゃあさ、あんたのそばにうちの新米ちゃんがいることがどれくらい危険なことなのか分かってくれた。あ、僕は思わずそばにいるラメのことを見つめた。そうだ、ラメはもう天使に昇格したと言っていた。彼女は天使の力を有している。展開の規則だとそれはご法度。こうして大天使にあたる天使が直々に迎えに来るのも名付ける。ご主人様。ああ、これさ、なんか一休さんみたいなトンチみたいなさ返し一つ思いついたんやけど言っていい。任命はされたけどさ、その任命式で行ってないやん。任命式行ってないやん。その天使になったんだったらさ、あなたを天使としてここに認めますみたいな任命式あるやん。正式に天使に上がるんってそれからじゃないやん。やけさ、任命はされたんやけどまだ正式に天使になったわけじゃないで。だったら天使だったらあかんけど、まだ天使になりきれてない。今の段階だったらセーフなんちゃうんって。ヘリクス、とんでもないヘリクス。うん、辞令交付式とかもらう受けてないですもん。俺辞令交付式は受けてないってことですよ今。だったらまだセーフなんじゃないですかねって。そのか弱い声を聞いて、大天使様の言葉を鵜呑みにしようとしていた自分を奮い立たせる。ちょっと待ってください。でもラミは危険な子じゃないんです。みんなのために一生懸命頑張っていて、いつも誰かの笑顔のことを考えていて、危ないことをするような子じゃないんです。そうやな、ラメちゃんがさ危ないことするような想像つかんのよな。なんなん、右手をすごい切れ味のいい剣に変えて人を襲ったりするか。しないだろ。だからなんだと言うんだ。そのまま僕のそばに置かせてくれとでもお願いするつもりか。そんなの許されるわけがないじゃないか。でも僕は分かった。え、目の前をの天使、大天使様は満面の笑みを浮かべながら呆然としている僕の肩をバシバシと叩いてきた。永遠に待つのは無理だけど少しだけなら待ってあげるよ。本当にいいんですか。聞き分けがいい。
予想以上に聞き分けがいい。いや普通に考えたらさ、ダメよって言ってさ、主人公のことを生えのけてさ、無理やりついていくところなんよ。そんで主人公がそれをさ、助けに行くっていうのがさ、ジャンプとかで、ジャンプ漫画とかでよくあるような定番の物語やん。これジャンプ漫画ではなかったわ。すごい聞き分けよくちょっと待ってくれるって。特別だよ。待つのは嫌いな私が待ってあげるって言ってるんだから、あんたはその間にやるべきことをやりなさい。やるべきこと？いずれ新米ちゃんはあんたのことを元から離れていくの。だから最後に旅行でも行けばいいんじゃない？こういうのを人間の言葉で思い出作りって言うんだっけ。意外と良心的な大天使だった。思い出作りか。ラメと一緒に旅行行くとしたらどこだろう。夏だから海もいいかもしれない。それともいっそのこと田舎でゆっくりするのもいいだろう。いやもう大天使様の提案に乗ってさ、旅行のことをいきなり考え始めたんやけどこいつ。でもその思い出を作ったらラメと離れないといけなくなる。そう思うと楽しみだとは言えなかった。どうするかはあんたの自由。それに関しては私は口出ししない。でも一つだけ忠告をしておくわ。忠告？今の時点で新米ちゃんは神の意志に逆らっているの。もしこれ以上を望むなら新米ちゃんはこの世から存在こと消されちゃうかもね。えぐいこと言い出したけど、いきなり存在消されちゃうかもねとかえぐいこと言われてますけど。ラメが消える？そんなのは嫌だ。でもラメと離れ離れになるのも苦しい。そのことをしっかり考えることね。私の言いたいことはそれだけ。じゃあねー。待ってください。消えるのか？ラメ消えるのか？彼女が外因おー、なんて読むんじゃん。ちょいちょい難しい感じ出てくるな、このゲーム。すると、一陣の風が辺りに吹き荒れ、思わず僕は目をつぶってしまった。再び目を開くと、彼女の姿はそこになかった。ただいま。暗い雰囲気を断ち切りたいために言った言葉だったけれど、いつものようにラメからの返事はなかった。おかえり、ラメ。え、ただいまです。ああ、いや、そうなってしまうか、やっぱ心情的には。少し話をしよう。付き合ってくれるか？はい、かしこまりました。突然の別れが、別れのタイムリミットを告げられてしまう苦しい展開になってきてる。僕はベッドに腰掛けてラメをそのすぐ横に座らせる。雰囲気が重たくなりすぎないようになるべく明るい口調で話すよう心がける。すごく心配してるみたいだったね、大天使様。天界の皆様や偉大なる神様にご迷惑をおかけしてしまったのは分かっています。それでも人間界に行きたかったんだろ、僕なんかのために。ラメ？あ、いえ、何でもありません。少し取り乱してしまいました。どうして今、ラメが怒ったような声を上げたのか、僕にはよくわからなかった。まあいい、話を先に進めよう。ラメはどうしたい？今すぐ展開に戻りたい？それとも、我ながら卑怯な質問だと思った。僕は自分でどうしたいかを選ぶ勇気がないんだ。理屈ではラメは展開に行くべきだということは分かっている。でも心はそうじゃない。ラメが一緒にいてくれて今まで本当に楽しかった。毎日が明るい色に彩られていて飽きることが全くなかった。きっとそれはラメも同じ気持ちだっただろう。だからこそラメは僕の手を握りしめてこう言ってきた。その先の言葉は天使として絶対に言ってはいけない。ラメは勇気を振り絞ってギリギリのところまで行って気持ちを表現してくれた。
僕なんかよりもずっと素直で強い女の子だ。僕は自分が情けない。わあ、ここでですね、ここで決断の時が来た。セーブさせてくれ。男ならガツンと行け。待ってくれないかっていうさ、待たせるのはよくないでガツンと行け。ラミのそばにいてほしい。ラミ、お、あー、気がついていたら僕はラミを抱きしめていた。ご主人様。くっ、言葉を言うようことができなかった。せめて僕の気持ちがラミに伝わるように心の中で叫ぶ。僕はラミにずっとそばにいてほしい。これからも僕の身の回りの世話をしてほしい。お店にもたまに来てくれてキッチンに立ってほしい。今まで当たり前のようにそばにいてくれたようにこれからも居続けてほしい。ご主人様、苦しいです。まあ、甘酸っぱい、甘酸っぱいな、これ。急に別れがさ、和解のタイムリミットが来てしまって、残り時間が有限だと気づかされてしまうよな。ただ、そんな雰囲気でも一時ちょっと苦情を言わせてほしい。主人公、左腕でラメちゃんのおっぱいを隠すな。そこが見たいんじゃ、俺は。ごめん、ラミエ。ここの中でしか言うことができない卑怯な僕を許してほしい。僕は本当にダメなやつなんだ。ラミエがそばにいてくれないと困難を乗り越えられないような人間なんだ。今までラミエに助けられたことは数知れず、そうすべてがいい思い出として僕の中に残っている。僕の元からラミエが離れていくなんて考えられない。そういうラメの声は少し震えていた。本当に、本当に仕方ない人です。そうだ。僕はラメがいないとダメな人間なんだ。どんどん腐ってしまうんだ。ご主人様がちゃんとしっかりできるまでおそばにいます。そんな日が来るかな。ごめん。ラミエ、僕は。いいんです。私もまだ目的を果たせておりませんから。目的？どうしても思い出してほしいんです。ご主人様が私を救ってくれた言葉を。その言葉はきっと今のご主人様の救いになってくれるから。私がいたことの証明になるから。僕の言葉？言おったな、そんなことが。その言葉に救われて VTuber 活動を続けられたみたいな、言おったな。もともとそう決めていたんです。天使である私はいつまでもご主人様のそばにはいられない。だから。それは別れることを前提として発せられた言葉だった。ぐっと胸を締め付けられる。けれど神様の意志に反してこのまま二人で居続けてもラメは存在を消されてしまう。ラメは多くの人を導ける天使だ。それはオフ会イベントのあの日にも感じたことだ。ラメのことを思うなら送り出すべきだ。理屈でなんとか心に不当をしてラメの耳元でささやく。二人で旅行に行こうか。こんな時でもそういう心配をしてくれるのがなんだか可愛らしかった。オフ会の一件があって以来オーナーには好きなようにやらせてもらってるし、一泊二日ぐらいまでくらいなら大丈夫だよ。あ、そこまでやらせてくれよ。んじゃお好きに。ラメと思い出作りがしたいんだ。思い返すだけで楽しくて笑っていられるような
思い出を作りたい。ご主人様、はい、かしこまりました。残されたわずかな時間を精一杯楽しむために僕らは笑顔で約束を交わしたのだった。甘酸っぱいな。というわけで、ラメちゃんとのさ、タイムリミットが出来上がってしまいました、皆さん。というわけで、今回のパートはここまでとさせていただきます。次回、旅行に行くんだろうな。まだちょっと、エッチなものが見えるかもしれないと思う反面、別れが近づいてきて、ほんまに見るのも辛いかもしれないような甘酸っぱい心苦しい展開があるかもしれないが、こういう作品だったらしいです、うん、やっぱこういうゲームってさ、エロ目的で見始めた割にはさ、ちょっと心に刺さるような作品が多いようなイメージがあるんで、俺そういうところも好きなんよな、こういう手のゲームって。みんなもそう思ってくれれば、俺もこう実況動画アップしている甲斐がありますので、最後までお付き合い願えればと思います。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。お付き合い。待って、こんな挨拶初めてしたな。お付き合いって。